Traveler's Cafe。 ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美博です。若菜です。世界各国で自分らしいライフスタイルを送っている素敵な方々にインタビューするライフトラベラーズカフェ。このバージョンは僕松田美博と若菜が日々感じたことなどをお伝えしていきます。質問役はのっちです。はい、じゃあ最近何か流行ってることとか、なんかハマってることってありますか？これがねあるんですよ。何ですか？クイズ。クイズ？クイズ。クイズ。クイズ。クイズっていうのテレビ番組のクイズ番組みたいな。クイズを作るっていう、はい、作る？はい。それどういうものですか？A さんと B さんがいます、うんうん、A さんは B さんの面倒を見てます、うんうん、A さんと B さんがご飯を食べに行きました、うん、しかしながらなぜか B さんはいつも A さんよりも高いメニューを頼みます、うん、この理由は何ででしょうか？これはクイズなんですか？っていう今の A さんと B さんは僕とノッチの、うん、っていうのをエピソードなんだけど、そう、仲間の中で、まあ、もしくはちょっと新しい人が入った時とかに、しまくる。だから今のはノッチクイズなわけ、うん、今のノッチクイズ、うん、でなんかその、まあ、自由回答とかもあるんだけど、うんうん、二択とかの場合もあるよね。二択とかもの時もあって、うん、二択なのに誰も当たらないっていう。ノッチは誰も当たらない。だからもう突き抜けてんだよ、うん、行動がおかしすぎるから、ね、行動と考え方が誰も当てることができないっていう、まあ、私たちはもう十分知ってるから当てにいけるけど、うん、絶対当たんないよね。でもなんかこれのすごい良かったことは、このクイズをその学生の子にやった時に、うんうん、学生の子はまあ一般的な常識とか今までの経験の中での回答を言うじゃん、うんうん、でそうすると、まあ、のっちの場合は正解が全然違う答えだったと、うんうん、まあ非常識な答えだった。そうそう、その人にとってみれば、ね、うんうん、そうすると、そんな人いるのっていう自分の中の当たり前が崩れていくから、うんうん、なんかそこが学びになるのかなと思って、うんうん、しなんかこうノッチのこと、まあ、それはノッチのテーマのクイズを出したからだけど、そうするとノッチのことがすごくなんか分かったっていうことがあって、なんかクイズを通して人って分かるんだなっていうのが面白いなと、うんうん、なんか僕はこういう人ですとか、うん、この人ってこうなんだよっていうのももちろ ん, なんか、まあ、理解をするにはいいんだけど、うん、クイズをすることによって、うん、なんて言うんだろう、すごくこうなんて言うの、相手を理解するっていうことが重荷じゃなくって、うん、とっても楽しいエンターテインメントになるっていう。例えばメッセージが来てました。メッセージ、その感想をね、はい、学生さん、はい、学生さん、はい、うん、はい、帰り道ずっとのっちは本当に面白いと何度も何度も言って笑ってましたって。いやでも本当にね、面白いよね。いやそれなんかすごいそれがいいなと思って、うんうん、そう理解をねするのを楽しくするっていうのもそうだし、うんうん、なんかこう相手の例えばノッチの、うん、割とこう非常識で、割とじゃないね、うん、相当非常識で突き抜けた、うん、こう行動だったり考え方って、うん、一般的に考えたらあんたちょっと大丈夫っていう感じになるんだけど、そうやって本当にやめてください。そうやってなんかクイズにすることで、なんて言うんだろう、その人のキャラクターになっていく、なっていく、うん、とってもユニークなキャラクターになっていくっていうのも、うん、でなんかクイズだとさ笑えるんだよ、ね、そうなの、うんうん、なるほど。実際のなんかね、その何、一方的に話すだと笑えないシーンもあるかもしれないけど、クイズだと笑って楽しめるっていう、そうそうそう、うん、いじるとかそういうことじゃなくて、うん、でなんかその言われてる本人もみんなの結構やったんだけど、うん、なんかすごくその自分のなんかやったこととかポロッと喋ったことがこんなに面白いことなんだって、みんながわははははって楽しく笑ったりすることで、うんうん、なんかこうネタになって、うんうん、なんか楽しい思い出になるみたいなのがこうあったりして、すごくいい時間だなと思って、うん、これだから夫婦でやるの面白いかなと思って、そうそうそう、あ夫婦っていうかカップル、うん、カップルで、うんうん、特にあんまりお互いをまだちょっと知り始めぐらいの、
夫婦とかカップルとかちょっと対話が難しいんだよねみたいな感じの人たちに人たちでこうね、まあ、例えば相手のご飯の食べ方がちょっと気になってると、うんうんうん、でそれ言うかどうかがちょっとなんかこうどうしようかなっていう時に、うんうん、じゃあクイズ大会相手を知るクイズ大会みたいな感じで、私は小さい頃から目玉焼きにあるものをかけて食べていました、それは何でしょうみたいな感じで、うんうん、でこちら当ててみるみたいな、そう、そういう感じでなんかお互いのなんか今までの考え方や価値観をちょっと共有していくとか、まあ、それは2人だけじゃなくて友達同士も入れてみるとか、うん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 、そういう風にしたらなんか伝わりやすいかなっていう風に思った。なるほどなるほど。なんかその思ったのが、うん、でも意外と自分をクイズにすると難しいなと思って、確かに自分以外の他人の方がその人の面白いこととか分かってるから、うん、そうだね、なんか自分だと自分は当たり前なのよ、してることが、うんうん、当たり前だと面白くならないっていうか、うん、違いに気づけないっていうか、じゃあ夫婦の場合はどうすればいいの、相手のをクイズにするってこと、相手のを第三者がいた方がいいんじゃないですか、ね、あそうだよね、第三者がいてその人に対して、うん、そのパートナーの面白いところをクイズにするとか、うんうんうん、そうだね、まあでも本当にさ、ちょっとまあ、うん、夫婦同士でもなんかそういうのをやってみて、うん、だとあ意外となんかこんなこと違ったんだとか、まあ、軽く、うんうん、なんかお楽しみとしてやってみると、うん、またちょっとした違いを理解し合えて、また一緒にやれることが増えてくるとか、なんかするかなって思う、うんうん、クイズ盛り上がったね、いやそれ楽しかったね、人のことが分かって面白かった、うんうん、しかもなんかそのクイズを始めてから、うん、クイズになりそうなネタをメモする人が出始めましたよね、いたずっとメモしてたねこれ残しとこうとか言ってそうね、だからちょっとしたなんか出来事とか ミスじゃないけど、うん、そういうのもクイズになるかもしれないから、うん、面白いかもしれない、だからなんか嫌だった出来事とか大変だった出来事も、まあ、クイズのネタになると思ったら、そうだね、確かにそうなんだよね、いやそうなんだよね、で例えばさ、うん、なんで、うん、その人はそうしたでしょうかっていうのも、うん、なんとなくあんまりちゃんと聞いてなかったなとか知らなかったなっていうことだったりするわけで、本人はい答えどうぞって言った時になんとかだからって言うと、うん、あそこみたいな、うん、そうだね、なんかそれもすごい面白かったその時間、ちょっとみんなのクイズ知りたいな、どんなクイズそうだね、クイズ大会しようかな、クイズ大会、クイズ大会でもそうやってネタをさちゃんとメモしとこうって思うと、何気ない、うん、なんかこう友人たちとの関わり合いでの出来事とかが、うん、なんかさ振り返るともっと面白いこととかいろんなこといっぱいあったのに、えっていうこともいっぱいあったのに忘れてたりするじゃん、うん、クイズ作ろうとした時に、うん、忘れてる、そうなんだっけなんだっけ、もっとあったよねって、そうかなったけど忘れてるんだよね、うん、だけどなんかちょっとそれを思い起こしておこうと、なんだろう、思い出にちゃんと記録しておこうって思うことで、一つ一つのなんか関わり合いでの出来事が大切にできる、なんか思い出が明確になるよね、そうだね、うん、もうちょっと十何年いるけど何にも覚えてないもんね、何にもってことはないでしょ初めましてみたいな感じで、いつもそれは言い過ぎですよ、ちょっともうちょっと覚えててくださいはい、ということで、じゃあ今日の質問は、どんなクイズを作りますか、どんなクイズを作りますか、身近な人やですね大切な人、まあ、職場だったり友人の方の中でクイズを作ってみるっていうことをねやってみてください。ライフトラベラーズカフェは毎週金曜日にお届けしています。次回の放送も聞き逃さないようにポッドキャストや Spotify、Amazon Music、YouTube の購読ボタンを押してください。また僕たちでライフトラベラーラウンジというオンラインサロンをやってますので、検索してみてください。それでは良い週末を。Life Travelers Cafe.